皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、本日のアレンジはこちらです。はい、ふわってしてますね。ローパミで作る、ふわっとまとめるアレンジになってますので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。はい、では早速アレンジしていきたいと思います。はい、それではアレンジしていきたいと思います。で、見本なんですけど、このようにサイドとバックで、ねじりを作っていただいて、で、まあ、センターパートですね、ちょっとここはあのギザギザに取っていただくと、あの編んだ時に、編んでピンで留めた時にあのぼかしていけるので分け目がくっきりしないので、ここはギザギザに分け取ってください。はい、で、前髪ある方は前髪少し落として、別にまとめちゃっても大丈夫なんですけど、今回は落としていきます。で、もみあげと前髪を落としてこのような感じですね。はい、で、頭のてっぺんから耳の後ろでブロッキングを取ります。はい、で、取ったらここをロープ編みしていきます。はい、縦で2つに分けて取っていただいて、外側にねじってクロス、外側にねじってクロス、はい、これを続けていきます。そうするとロープの編み目のような編み方ができるので、こちらを毛先までお願いします。はい、で、毛先に行ったらゴムで結ぶんですけど、まとめるときにポイントなんですけど、この毛先の部分をこのままにしてしまうと、毛が出てしまってちょっとまとまりが出ないようになってしまうので、できれば毛先をこのようにまとめていただくと後でまとめやすくなるので、こちらぜひやってみてください。はい、同じようにバッグも真ん中で裂いてねじってクロス、ねじってクロスというふうにロープ編みにしていきます。はい、で、毛先までいったら先ほどと同じようにこのままにするのではなくて、毛先を入れ込んでまとまらせます。はい、これで4つのロープ編みができました。で、ピンで留める位置なんですけど、できれば、耳の後ろに留めたいなと思うんですけど、まぁ、ちょっと、後ろにすぎるとピンの留め方がわかんない方が、多数多かったので、耳後ろに留める、まあ、前提、まあ、気持ちで、ちょっと髪の毛をまとめていきたいなと思います。はい。で、まずロープ編みなんですけど、こちらを、バックの部分ですね、後ろの部分を反対側の耳の部分に持ってきて、はい、ピンを使って留めるんですけど、留め方が、はい、このロープ編みとここの根元の髪を挟むようにして留めていただくとしっかりと留まります。なので、ピンを使うときはしっかりと、まあ、開いていただいて、はい、ここの耳後ろに髪を持ってきたら、ロープ編みしている髪と地肌をしっかりと留めるように、まあ、挟むように留めてください。で、どうしても止まらない方は2本3本刺しても全然大丈夫です。ロープ編みの部分と地肌を挟むように留めるとこのように留まります。はい、では反対側も同じように、こちらの方が見やすいですかね。ロープ編みと、ロープ編みしてる毛と地肌を、はい、ピンで挟みます。ピンを使って挟んでいきます。
はい、これで後ろの部分はできました。じゃあ次にサイドの部分なんですけど、こちらをこのロープ編みの下のバッグのロープ編みの中に入れ込むように、まあ、隠す感じですよね。隠す感じで、はい、もう一回いきます。このサイドのロープ編みを上に持ってきて、ここのロープ編みの部分に隠します。はい、隠して同じようにロープ編みと地肌を挟むようにピンで留めます。そうするとこのように隠れちゃうんですよね。で反対側も同じようにロープ編みの編み目と地肌を刺しちゃいます。挟みますね。はい、これで土台は完成です。で、あとはほぐしていくんですけれども、ほぐす時も気をつけていただきたいんですけど、全部ほぐしちゃうとボワッとなっちゃうので、全体的にボリュームが出ちゃうので、ほぐすところは真ん中、はい、ほぐしました。真ん中ほぐして間隔を少し空けて、はい、徐々にほぐしていく。全部ほぐすのではなくて間隔を空けてちょっとずつほぐしていくと徐々にふわってしてきます。で、下の方をほぐしたら次は上の方をほぐしていただいたりしていただくと、このほぐれたところとほぐれたところの間に空間が生まれるので、これがちょっと柔らかい雰囲気を出してくれます。はい、同じくロープ編みしたところも少しほぐしていきたいと思います。はい、かなりボリュームが出るようになるので、こんな感じですね。で、あとは皮周りの紙をリバースに巻いて完成です。はい、使っているのは26mm のアイロンです。これで後ろ向きにリバースに巻いていっていただくと、はい、このようにカールがつくので、はい、これで完成です。こんな感じで、編み込みなしでも結構ボリュームが出せるヘアスタイルですので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。はい、まあ、今回はロープ編みで作ったアレンジですので、簡単にできると思います。なので皆さんちょっと諦めずに挑戦してみてください。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。